村上博士は日本の政治家、第三代日本共産党委員長、名誉役員、元前挺新従業員、組合大阪地方協会会長。1972年の総選挙で大阪3区から初当選、文句後も大阪3区から衆議院議員を通算4期、務めた。広島県因島市に10人兄弟の5番目の子として生まれる。 低心書低心管理練習所行政課を卒業。戦時中は兵士として広島にいた。1947年日本共産党入党。1948年阪神教育事件で首謀者とされ、占領政策違反で大阪刑務所に服役1年8ヶ月投獄される。党の50年分裂では所管派に属する。 その後日本共産党大阪府委員長を務め、1972年、横田仁太郎衆議院議員の後継者として、大阪3区で衆議院議員初当選。明るい革新大阪府政を作る会の代表委員にもなった。日本共産党の国会対策委員長、政策委員会責任者、幹部会副委員長などを歴任。1987年4月に、 不破鉄道委員長が心臓病として入院すると委員長代行となり、11月の中央委員会で委員長に選出。外交面では韓国を承認し赤旗記者を派遣するなど、それまでの党の方針を改めた。しかし1989年2月、滋賀県での演説中に脳血管障害による眼筋麻痺を起こし、5月29日に委員長を辞任。 宮本県事議長は、金子光弘初期局長に委員長代行を兼務させたが、6月8日の第5回中央委員会総会で、不破副議長が委員長に再任された。委員長辞任後は、すべての党役職から退き国会議員も引退している。2007年3月22日死去。元衆議院議員の大森武史と、大阪府議会議員団長の宮原武史は、元秘書。 ありがとうございます。